こんにちは、日向陽一です。夫婦喧嘩の原因と対策ということで、今回お話をしていきたいと思います。聖書の箴言の、18章ですね、の2節を読みます。愚か者は英知を喜ばず、自分の心がさらけ出されることを喜ぶ。もう一回読みます。愚か者は英知を喜ばず、自分の心がさらけ出されることを喜ぶ。で、結論から言っちゃうとですね、夫婦喧嘩の原因っていうのは愚かさですね。愚かさ、愚か者というふうに書いてあるんですけど、でこれ聞かれてご立腹される方も多いかと思うんですけど、喧嘩っていうのは子供じゃないとできないんですよね。喧嘩って何なのかっていうと、私が正しい、あなたは間違ってるっていうのをお互いに譲らない状態なんですよね。つまり丸か×か、私が丸であなたは×ですよっていうふうに言っているわけです。で、自分の愚か者は英知を喜ばず、英知を喜ばず、何を喜ぶかっていうと、自分の心の心がさらけ出されることを喜ぶ。自分の心がさらけ出されることを喜ぶ。英知を喜ばない、愚かだっていうことを言ってるわけですね。で、自分の心がさらけ出されることを喜ぶっていうのは、いや私はこう思うと、で私の考えてることは正しいんだ、それがもう気持ちよくてしょうがないってことなんですよ。で、つまり自分のこだわりですよね。こだわり、自分の心、自分は正しい、自分のこだわりで、自分のこだわり、自分の心、自分の感情にこだわることは愚かだというふうに聖書は言うんですね。で、愚か、夫婦喧嘩の原因っていうのは愚かかける2なんですよ。かける2、お互いに譲らないんで。で、聖書の教えは、責めるべきことがあっても許し合いなさいって書いてあるんですね。もう一回言いますね。責めるべきことがあっても許し合いなさいって書いてあるんですよ。で、あなたのこだわり、あなたの心が正しいかもしれない、つまり相手が間違ってるかもしれない、で責めるべきことなのかもしれない、でもその私が正しいんだ、おかしいじゃないかっていう思いを手放しなさいというふうに聖書を教えてるんですね。だから自分のこだわりを手放すことが対策なんです。なぜならこのこだわり、自分のこだわり、これに固執することは愚かさなので、これが原因ですね。で、それを手放すこと、自分の考え方が全てじゃないわけですよ。
で夫婦の関係だったらどうしてこうしてくれないのとか、どうしてそんな風にするのっていう風に思うわけですよね。で相手には相手なりのロジックがあるんです。だから喧嘩になるんです。相手も全く逆で相手なりのこだわりがあるわけです。だから別の言い方をすると、自分の心をさらけ出されることを喜ぶっていうのは、これ我が強いっていうことなんです。我、私はこう思う、私はこうなんだ、これは絶対譲れないんだっていうのが強いと喧嘩になってしまうんですね。まあ、かくいう私もよくそうなります。で対策はもちろんこれを手放すことなんですけど、もう一つ考えられることは、これさらけ出さない、つまり内に秘めるっていうことなんですよね。自分の心がさらけ出されることを喜ぶので、愚か者はね、英知のある人は内に秘める、知恵のある人は内に秘めるんですよね。で本当に自分は正しいのかな、相手の言ってることも、まあご主人もしくは奥さんの言ってることも一理あるんじゃないか、彼女もしくは彼の立場に立ったら違って見えるんじゃないかっていう、その可能性を探っていくわけです。そうするともうこれその日は気持ちが収まらない、でも内に秘めてるから出さないでいるわけですね。でそれを思い巡らしている間に、あ、確かに自分はすごい感情的になってたなとかって、そういうことが分かってくるわけです。で、あ、そうか、これはそこまで主張するほどのことでもないなっていうことがだんだん分かってくる。まあいわゆるちょっと何て言うんでしょうね、カッカしてる頭が冷えてくるわけですね。まあ喜劇王と言われたチャーリー・チャップリンは、人生はアップで見ると悲劇になるんだけど、引いて遠くから見ると喜劇になると言ったんですよ。でその通りですね。自分のもうこれが手放せないって、自分の姿っていうのはもうその時目がもう見えないんですよ。頭カッカしてるから。だけど 2,3 日、まあ1日でもいいでしょ、距離を置いてみると、ああなんか自分って愚かだったなって、そんなこだわるようなことじゃない、しかもそのことによって夫婦関係が悪くなるようなことじゃないっていうことに気づくんですよね。だから愚か者は自分の心、自分の思い、自分の主張を絶対に手放さない。でも英知のある人はそれを手放すことができる。そしてその自分の心と距離を置いて考えることができるということなんですね。でそうすることによって冷静に言えます、判断できますので喧嘩しなくなるんですよ。で必要であれば私はこう感じたんだっていうふうにクールな頭で伝えることができますので、喧嘩にならないんですよね。あ、そうなんだって、あ、でも僕はこういうふうに思ってたんだよって、あ、なるほどねっていうふうに微調整っていうか、こうキャリブレーションっていう言葉がありますけども、構成する、そのズレを修正することができるようになるんですよね。で夫婦喧嘩というのはそのギャップが大きすぎてもう絶対に妥協できないって感じなんですけど、人間の考えてることってよくよく考えてみると2人の共通の目的っていうのは仲良く幸せに暮らすことじゃないですか。でそれをそこに近づけていこうとするとだんだん微調整で同じレベルになることが可能なんですよね。ですから自分の思いに固執するっていうことは
まあ、夫婦喧嘩の原因にもなるし、まあ、手放すことが対策になるということを覚えていただければいいかなと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。